皆さんこんにちは、イエガーラフト KMT ほのかファクトリーの塩見です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はマシニングセンターに使う主軸のベアリングが、メーカーさんから届きました。でね、ちょっとこのベアリングについて、オートバイでもね、多分今回私がやるこの施工、役に立つことがあるかななんて思いますので、ちょっとね、参考程度に見ていただければと思います。はい、とりあえずね、ちょっとベアリング出しますね。よし。はい、今回届いたのが NSK のベアリングですね。私結構ね、 NSK 好きで NSK 使っております。高精密高精度な、アンギュラタイプのベアリングですね。で、とりあえずね、1個問題があったのが、もともとですね、このマシニングセンター、FNS 社の BM562TACですね。で、そのモデルに使っているベアリングが NSK の、7006っていうタイプのベアリングなんですが、分解したベアリングに関しては、シールドベアリングって言ってね、両ゴムシールのタイプのベアリングが、取り付いていました。で、アンギュラタイプなので、一般的な、その、オートバイに使うベアリングよりも、ガタが少ない高精密なベアリングですね。ラジアル方向もスラスト方向も、この一つのベアリングで受けることが可能になる、要はね、玉の密度、密度じゃない、精度が高い、アンギュラタイプのベアリングで、一応ね、この私が使っているマシニングセンターっていうのは1万8000回転で主軸が回ります。最高回転数1万8000回転です。その1万8000回転の使用状況にも耐えれる、ベアリングじゃなきゃいけないということで、で今回ね、その純正のベアリングがですね、純正というかこのマシニングセンターに使用しているベアリングが一般入手がちょっと難しくて、要はね、NSK さんが常時在庫している、要は、なんていうか、カタログ品番のベアリングではなくて、どちらかというとね、そのメーカーさん専用に作られたベアリングの型番で、一応ね、一般市販はするんですが、オーダーメイド、受注生産という形で、6ヶ月、納期をいただきますという形で返答がありました。もう最悪でしょ。でね、結局ね、まあ、とどのつまり、行き着くところがですね、このね、モーター屋さんは、ベアリングの在庫も耐えてるんですよ。でも、モーター屋さんは、オーバーホール以外では、ベアリング単品での、その商品として、部品としての供給はいたしませんということで、じゃあ、オーバーホールに出さなきゃいけないのかっていうお話になるじゃないですか。でも、オーバーホールね、出すと、やっぱ30万、35万っていう費用がかかっちゃいます。たかだかベアリングがね、ダメになっただけで、その費用はなかなか出せないということで、で、一旦ですね、シールドベアリングじゃない、このオープンタイプですね。わかりますか？このボールが見えるんですけど、開放型っていうベアリングを使って、今回ね、とりあえず組み込んでいこうと思います。で、昨日、おとといかな、ちょっといろいろね、話を聞いてたんですよ。で、直接ね、このベアリングの型番を見て、NSK、ベアリングメーカーさんのテクニカルサポートセンターに電話をさせていただいて、で、このベアリングの設定がありますか？カタログ品番ってありますか？とか、製品品番ってありますか？って聞いて、で、そのベアリングのね、そのテクニカルサポートの担当者の方曰くに、この当社のこのアンギュラタイプのベアリングで1万8000回転で使用して、私のがね、4600時間で焼き付きを起こしちゃったんですよ。3つあるボールベアリングの、アンギュラベアリングのうち2つが焼き付きを起こしてました。で、1つはうちバラバラになってたっていう状況の中で、ちょっとね、耐久性、このベアリングのね、性質化で言うと、少し焼き付くタイミング早いですねっていうお答えをいただいたんですよ。で、
シールド型のベアリングなので、基本的にね、中にまあ、もともとこれもね、うっすらとグリスが入ってます。うっすらとですよ。でグリスが入っているんですが、シールドベアリングっていうのは、その中にね、混入したグリスが抜け出さないために、それからね、外からの異物、ゴミ等が入らないようにシールドをされているベアリングが、まあ、使われているんですよ。で、このオープンエンドっていうのは、当然外からゴミを呼び込みやすい、異物が入りやすいっていうことと、あとね、中に入っているオイル分、グリス分っていうのが飛びやすいっていうね、弱点があります。その代わりシールが邪魔をしないので、転がり抵抗が少ないっていうメリットがあるんですね。はい。で、今回ね、このベアリングメーカーさんにちょっと耐久性低かったですねっていうお話と、あとね、このどうせやるならば、ちょっとこのベアリングをチューニングしたいなって思ったんですよ。少しね、改良したいなって思ったんです。で、構造的なものを改良するわけにはいかないので、っていうか、そんな技術ありませんので、今回はですね、中に使用するグリスもしくはオイルっていうのをどういうふうに選択しようかなって、どういうふうにチューニングしていこうかなっていうのを考えました。で、一般的に皆さんが思っているのは、ベアリングの中にはグリスだと思っていませんか？グリスが適しているって思ってないでしょうか？実はですね、エンジンの中にもエンジンオイルって入ってますよね。でもオイルじゃないですか。エンジングリスではないでしょ。で、グリスって粘性があるがために攪拌抵抗ってすごく多いんですよ。で、例えばクランクシャフトってあるじゃないですか。で、クランクシャフトがあった時に、実際エンジンオイルってオイルパンの中で少しクランクシャフトの最下部がオイルに浸ってる、使っている状態になってるんですよ。じゃないと、水車でね、水車って回るこの羽のね、一番底のところに水があるでしょ。カンカンカンってこう、水面をちょっとこう、水車の端っこが叩くような感じの水位じゃないですか。これが逆に水位がビューッと上がって、水車が全部沈んでしまったら、それって水車きれいに回りますかねっていう話なんですよ。エンジンオイルもそうなんです。クランクの軸よりも必ず油面は低いです。これ高くなればなるほど、攪拌抵抗っていうエンジンが回ることに対するストレスが、クランクシャフトにかかります。なので当然出力は出ませんし、下手をするとエンジン壊れちゃいます。まあ、当然壊れる可能性あります。なので適正油面っていうのが設定されてるんですよ。で、皆さんね、よく動画で見ていて、このベアリングにグリスを再注入しますっていうことで、例えばシールドベアリング、例えばですよ、こういったシールドベアリングありますね。両方にゴムシールがついているようなシールドベアリング、これ、このシールドベアリングのシールを一回取ってですね、内部を脱脂してグリスをべっちゃべちゃに入れてる方すっげー多いんですね。動画でもいっぱい見ます。で、これってさっきのクランクシャフトのお話をした時にありだと思いますかね。グリスって粘性があるんですよ。当然そのグリスだけで転がり抵抗増えますよ。で、しかも中にギッチギチに 100% 詰めることは難しいでしょうけど、例えばグリスが 70%、80%、ベアリングの空間を埋め尽くすような注入の仕方をしていると、それってベアリングを痛めつけてるだけなんですよね。これね、間違えないようにしてほしいと思います。はい。で、今回ね、ちょっと、ご協力いただいたのが、当社がね、お付き合いをしている、ルバートさん、そしてワコーズさん、そして、ベルハンマーの鈴木紀行さんにちょっとね、いろいろお話を伺いました。で、この高速で高温にさら、されるベアリングで、特に今回代用品としてシールドタイプではないオープンタイプのベアリングを使うっていう条件の下で、どういうふうにしたらいいかっていうのをちょっと聞きました。で、今回ね、ちょっと施工していこうと思うんですが、まずですね、まず
ちょっと実際やってみましょうかね。はい、ちょっとね、まずベアリングを全部出しますね。はい、一旦ベアリングを取り出しました。で、まずですね、このもともとね、うっすら入っているオイル分をパーツクリーナーを使って落としていきます。一般的な、まあ、ベアリングなんですけど、まあ、シールドタイプのベアリング、よくね、オートバイに使われているベアリングに関しては、中にね、グリスが注入してあります。で、このグリスっていうのは、基本的にですね、あれ?出てこないな。オープンタイプのベアリングで、このアンギュラータイプのベアリングに関しては、中にオイル分が入ってました。で、これはね、グリスよりも、高回転に向けては、オイルの方が適しているということで、まあオイルがついていたんですね。で、ただね、このオイルだけでは長く使用することは不可能だと思うんですよ。で、高熱にさらされるベアリングが、要は回り続けたように熱を帯びます。で、熱を帯びて高回転でずっと回っていると、この表面についているオイル分って揮発しちゃうんですよね。飛んでいっちゃいます。で、飛んでいくと、金属同士を守る、要は極圧性能が著しく落ちてしまうんですよ。それによって焼き付きを起こしたりだとかっていうトラブルが出ます。はい。なので、ここにね、要は油分を補充してあげないといけないんですよ。で、一般的に皆さん思われているベアリングにはグリスでしょっていう考え方自体も、ちょっとね、少し間違っているところがあったりして、高回転で、回されるベアリングに関してはグリス分よりもオイル分が適している。で、逆に低回転で、圧力を荷重を受ける部分に関しては、グリスの方が適しているっていうところで、一応ね、グリスとオイルっていうのは住み分けがあります。で、今回私が採用するのはこれですね。鈴木紀子さんが出しているベルハンマーゴールド、こちらのね、液状タイプのオイルタイプのものですね。スプレーではなくてリキッドタイプのものを使います。これだけではなくて、一応ですね、これですね、当社で小分けをして売っているワコーズの WR959、 こちらもね、併用してやっていこうと思います。で、まずですね、この施工なんですけど、このね、WR959 っていうのは、リチウム系のグリスになります。で、まあ、当社がね、これ小分けして 20g ずつで、皆さんに400円で売っているね、グリスなんですけど、とってもね、フリクションが少ない。で、しかもね、ある程度これ、粘度があるんですよ。粘性のあるリチウムグリスになります。なので、これとベルハンマーを、両方併用するという形でやっていこうと思います。で、これはね、一応ね、ベロハンマーの鈴木紀子さんにも、ね、この開発担当の方に昨日確認をしました。で、やっぱりね、高回転を維持する、ベアリングの場合は、オイルの方が適しているということで、グリスじゃダメですよっていうお話を受けました。で、ただ、オイル分っていうのは飛んでいっちゃいますので、一旦ですね、ベルハンマーゴールドを
脱脂をしたベアリングのボールにベルハンマーゴールドを塗布していきます。はい、本来はねこれね1日2日つけ置きをしていただければより良いですっていうお話を受けたんですが、まあちょっと時を急ぎますので一旦ね今ベルハンマーを塗布させてもらいました。はい、はい、とりあえずねベアリングの潤滑はオイルで賄うということで、でね皆さんねそのチェーンでもそうなんですけどオイルつけすぎてるパターンって多いんですよ。グリスもつけすぎてるパターンもすごく多くて、つけすぎは絶対ダメですからね。でグリスもオイルもフリクションになります。必ずフリクションになります。本当はねフリクションすぐするんだったら何もつけないのが一番いいんですよ。ただ何もつけなければ金属同士が当たる部分の極圧性能はね、極圧潤滑はできませんし、やっぱね極圧性能を保持するためにオイルやグリス分っていうのは必須になります。なのでグリスやオイルを全くつけないっていうのはもう明らかにそれは論外になってしまうので、ただつけすぎもダメです。だから適度がいいんですよ。つけすぎもつけなさすぎもダメっていうこと で今回ね一応今こうやってベルハンマーゴールドを塗布いたしました。で、まあ余分なね、油分は取ってあげる。もう要はね、ボールの表面にベルハンマーの油分が乗っていれば OK なので、こういう形で、とりあえずね、ベルハンマーを施工いたしました。これね、オートバイでも使える施工法だと思うので、参考にしてください。で、この後ですね、オイル分っていうのは、どうしてもね飛びやすいんですよ。で例えばチェーンオイルをつけた時にねきっちり拭き取ってあげるんですけど飛び散っちゃうじゃないですか。で私がチェーンにこれを使わなくなった理由は飛び散っちゃうからなんですよ。なので今はねルバードの要はチェーンルブっていうのを使っておりますが、粘性があって飛び散りにくいのでルバードのチェーンルブを使ってます。ただあれもねつけすぎると抵抗になりますので適度がいいです。はい。ということでね、つけすぎは絶対ダメですから。で、今回、この粘性のある WR959 ローフリクショングリスですね。で、これをですね、塗布していくんですけど、よし。わかりますかね。このベアリングのね、このエッジを使ってね、拭き取るような形でいくんですが。基本押し込まないでください。もうベアリングにねグリスを押し込んじゃう人いらっしゃるんですけど押し込まないようにしてくださいね。このね表面にグリスの膜が一膜張ってれば大丈夫なので押し込まないように気をつけてください。ね、これね押し込んじゃう人がねすごい多いんで、でベアリングの中にグリスを入れる際にはさっきのエンジンオイルとエンジンのね関係でも言いましたけど 30% 未満に抑えていただきたいんですよ。で見てください、グリスも全く裏側には出てません。はい、表面に要はね隙間を塞ぐ程度にしかグリスはついてませんので、で反対側も一緒ですね。
なんだ、あれ、なんていうのかな、料理やるじゃないですか、魚とかをね、塩で包んで、肉とか魚をね、あれ、塩釜じゃないや、なんていうのかな、うん、塩でこう、包んで、食材を焼くっていう、あるじゃないですか。あんな料理と一緒で、表面の、要は旨味をね、逃がさないために、グリスを。ね、今回の旨味はお肉じゃなくて、ベルハンマーゴールドですね。ベルハンマーゴールドの旨味を逃がさないように、表面を WR959 WR959 ローフリクショングリスで、蓋をする形です。リチウムコンプレックスグリスっていうことですね。はい。はい。こんな形で、表面に WR959 で蓋をしました。はい。でね、グリス分は必ずフリクションになります。何度も言います。グリス分は必ずフリクションになっちゃいますので、必要以上につけないこと。で、特に、蓋をしてしまうね、シールドベアリングだと、本当にね、グリス入れすぎちゃうと回らなくなってしまうんで、要はね、グリスを詰め込んだ上に蓋をする。で、ギュギュって蓋で押し込んでしまうような形になってしまって、必ずね、ベアリングが回りにくくなってしまいます。あれね、間違わないようにしてください。もうグリスをね、とにかく隙間なく詰めればいいって思っている方、これね、考え違いを、取り間違いをしているので、ここはね、気をつけてください。でね、よく手のひらで、ベアリングにグリスを押し込むようにっていう、こう、施工の仕方をね、教わった方がいらっしゃるみたいなことを、見るんですけど、あれに関しては、テーパーローラーベアリングですね。ステムベアリングなんかに使うテーパーベアリングは、ベアリング単体でそうやって押し込んで施工することはありますが、あくまでね、あれはアウターレースの方に隙間がありますので、あそこね、ちょっと間違わないように気をつけてください。あくまで、ベアリングの内部には、グリスは私、今入れてませんので、表面に塩で蓋をするように、旨味を逃さないために、表面だけにグリスを塗ってます。表面だけですよ。中には塗らない。で、中のベアリングの主な潤滑はベルハンマーが行ってくれますので、どちらかというと、ベルハンマーの、要は、油分を逃がさないために、今回、高性能な WR959 で蓋をする。本当はね、WR959 だけでも、ベアリングの潤滑は十分できるんですよ。できるんですけど、超高回転で回る、このマシングセンターの主軸に関しては、グリスよりも、オイルの方が適するということで、で今回は、オイル剤としてベルハンマーゴールドを使用します。そしてこのローフリクションな WR959 を蓋として、ベアリングのその中のね、オイルが抜けてくるのを防ぐ蓋として、粘性のあるリチウムグリスプラス、このリチウムグリスだけでも単品でね、フリクションを軽減させる、この WR959 を今回使用してまいります。このね、WR959、とってもね、使い勝手のいい、まあ、リチウムグリスなので、ちょっとね、粘性はありますけど、フリクションを抜きたいところとか、荷重をね、そこそこ、こう、受けるような場所っていうのは、このリチウムグリス、使い勝手がいいです。はい。これね、今日もね、ちょっと他の車屋さんでも話してたんですけど、グリスって難しいよねって話をしていて、で、例えばウレアタイプのグリスだったり、リチウムタイプでも、例えば鉱物だったり、コンプレックス、ね、エステル系のコンプレックスだったり、いろいろまあ、
あるんですよ、石鹸球だったり。で、本当そのいろんなグリス分がある中で、モリブデなんかもありますよね。で、いろんなそのグリスがある中で、適材適所っていうね、やっぱベアリングの選択、グリスの選択をね、していただければななんて思います。今回の高回転でもあるこの主軸に関してはグリスよりもお色が適するということでね、はい、こういうことで、とりあえずね、はい、施工を終わりました。はい、こんな感じでね、すべてのベアリングの表面にワコーズローフリクショングリス WR959 リチウムコンプレックスグリスですね、はい、を塗布いたしました。もう本当にね、WR959 でシールドをしている感じですね。表面にうっすらとグリスの膜を貼るっていう感じで施工を終わらせます。はい、ただね、これもベアリングメーカーさん、そして、グリスメーカーさん、オイルメーカーさんに、いろいろね、こうお伺いをしてご教授いただいて、でこういう組み合わせがいいですよ、こうされたらどうですかっていうことをもとに、私が独自で今回施工方法を決めました。なので、皆様にとってこれが最善な方法ではないっていうことはお伝えしておきます。あくまで、高回転を維持する場合はオイルの方が適する、グリスよりもオイルの方が適しているっていうこと、それから、オイルだけでは飛び散ってしまうと全く効力が出なくなるので、飛び散らないように施術をするっていうことですね。からあとグリスは必ず入れすぎないということ、 30% 未満で抑える。はい、中にはね、必ず、空間を設けて、クランクシャフトがエンジンオイル 100% に浸されて、動かなくなるっていう、攪拌抵抗を、増えることを予防するっていう、概念できっちりと組み上げていただきたいと思います。はい、ということでね、とりあえず今回は、この BM562T-ATC、このマシニングセンターの主軸、スピンドルモーターのベアリングが焼き付きました。で、このね、もともと標準設定をされているベアリングを手に入れたかったんですが、受注生産品ということで、半年の納期を要してしまいました。なのでですね、代替品として同じ、型番ではあるんですが、シールドタイプではないベアリングを、開放型のベアリングを採用する形になりました。それについて、まあ、オイルメーカーさん、グリスメーカーさん、いろいろ確認をした上で、あえて、こういった形で、ベルハマーゴールドとワコーズ WR959 のいうコンビネーションで、異色のコンビネーションですね。で、施工するっていう形になりました。で、一応ですね、ワコーズの WR959 に関しても、耐熱温度がね、220度。ということで、ベアリングメーカーさんがね、採用している130度、140度っていうね、耐熱温度に比べて圧倒的に、体力が、増える形になりますので、このベアリング、この特別仕様のベアリングで、とりあえずね、耐久テストをやってみようと思います。で、前回の焼き付きが4600時間での焼き付きでしたので、純正指定のシールドベアリングで4600時間、使って焼き付きました。で、今回このオープンタイプのベアリングで、どのくらいのね、耐久性が出るのかっていうのを実験するとともに、とりあえずですね、最悪でもまあ専用品のねベアリングが来るまでの半年間、持ってくれる、保ってくれるっていうことを、まあ、期待をして、今回施術をさせていただきました。こんな感じでね、この施術方法っていうのは、オートバイのね、ベアリングでも当然生きてくる施術になると思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。徹底的に足回りからフリクションを抜く。そんな感じでね、配信、皆様のね、参考になればと思います。はい、ということで、これからね、ちょっと主軸組んで、マシニングセンター復旧していこうと思います。とりあえずですね、ベアリングのグリスアップというかオイルアップですね。オイルアップグリス
封じ込むみたいな形でとりあえず、組み上げました。でちょっとね、初期のねベアリングの内輪の油圧のかけ方が少し分からなかったので、そこだけメーカーさんに確認をして、ちょっとね教えてもらった上で、今ね恐る恐るなんですが、組み立てができました。で今とりあえず、主軸のね精度出しも行って、製作のプログラム、再度スタートいたしました。今のところね、OK ですね。今ちょうど手食いが始まりましたので、無事受けてます。はい、よかった、どうにか行けました、ありがとうございます。追っかけてですね、予約をねいただいております、製作のプログラム、どんどん進めてまいろうと思います。またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あーよかった、めっちゃ怖かったんですよ、ね、無事行けました。また見てね、バイバイ。